デエラロサはアメリカ合衆国カリフォルニア州トーランス出身のプロ野球選手。宇藤右打ち。現在はボルチモアオリオールズ傘下に所属。2001年のドラフト34巡目でテキサスレンジャーズから指名されるも契約せずにリバーサイドシティカレッジへ進学。2002年のドラフト24巡目でニューヨークヤンキースに入団。 2004年12月18日にヤンキースを解雇された。2005年から、独立リーグゴールデンベースボールリーグのユマ、スコーピオンズでプレー。23試合に登板し、1勝6敗、防御率6.245だった。2006年は球団に所属しなかった。2007年は、ゴールデンベースボールリーグのロングビーチアーマダでプレー。39試合に登板し、2勝4敗。 防御率3.69だった。2007年9月4日に、ミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結んだ。ルーキー級、ヘレナ・ブルワーズで1試合に登板した。2008年は、ゴールデンベースボールリーグのオレンジカウンティ・フライヤーズでプレー32試合に登板し、2勝2敗14セーブ、防御率4.41だった。2009年は、 アトランティックリーグのサザンメリーランドブルークラブス、アメリカンアソシエーションのエルパソディアブロスでプレー7月からはゴールデンベースボールリーグのビクトリアシールズでプレーした。2009年11月11日にタンパベイレイズとマイナー契約を結んだ。2010年は 1A と 2A で49試合に9円登板して防御率2.06という成績を残し、 オフの11月19日に40人ロースターに入った。レイズ時代2011年は主にトリプル A 級ダーラムブルーズでプレー。7月19日にメジャーへ昇格し、7月20日のニューヨークヤンキース戦でメジャーデビューを果たしたが、7試合で防御率9.82と結果を残せなかった。2012年は主にトリプル A 級ダーラムでプレーし54試合に当番。 一方メジャーでは防御率12.60と結果を残せず5試合の当番にとどまった2013年3月27日スティーブ・ゲルツとのトレードでロサンゼルス・エンゼルスに移籍4月9日にメジャーへ昇格6月5日にトリプル A 級ソルトレイクビーズへ降格したが6月11日に再昇格した2014年3月29日に 右前腕の故障のため、15日間の故障者リスト入りし、4月5日にリハビリのため AQ アーカンソートラベラーズへ移動した。4月11日に復帰した。8月29日に参加トリプル AQ ソルトレイクビーズへ降格した。オフの10月にフリーエージェントとなった。2015年1月26日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。 ありがとうございます。